注意、この動画には次の要素が含まれています。それでもよろしければゆっくりしていってね。はい、どうもこんにちは、ゆずきゆかりです。今回も平和でカオスな世界からお届けします。さて今回はサブミッションを進めていきます。最初はサルヘントのアーミー訓練からです。これはドンパチ系なので気合い入れてやっていきましょう。ということで到着。それでは訓練スペシャルデリバリー始めていきましょう。おい待て、なんか後ろ面白いことになってなかったか。チキショーわかんねえや。気になる人は戻してみてね。どうやら敵スパイが俺たちの輸送列車に爆弾を仕掛けているようだ。新兵を連れて行って爆弾を処理してきてくれ。こちらがその新兵たちですね。新人のオムリとはこれまた大変そうです。頼むぜ。ほーら行くよ。覚悟はできてる。島のみんなも。異性は合格ですね。さてはて、今回向かう先は同じ町の中でしたわ。早速出発しましょう。到着。物資を見つけて破壊すればいいらしいですが、到着時点ですでに一つ壊れてるんですよね。何なんです一体。あ、何もしてないのに壊れた。なかなか楽しかった。まだ何も楽しんでないですが、気を取り直して。いやん、遊ぶ前に終わっちゃった。じゃあ新兵ちゃんたち、次行くよ。おい早く乗れ。よし、オーケー。腰抜けのブラックハンドどもが俺たちの縄張りにちょっかいを出し、地下に爆弾を仕掛けてる。ブラックハンドにとっては金が全て。いかに安く勝つかしか考えてない。ブラックハンドの金銭事情、なかなかリアルですね。さて次の目的地に行くにはバリケードをスラロームしないと待つそうです。減速したら遅いと突っ込みを食らいました。すごく手厳しいですね。さて次の標的はどれでしょう。うむ、裏から失礼してみましょう。そもそもよ、この物資ってどういう代物なんでしょうね。ただの箱なんですかね。とりあえずグラップルで上空に。おい新兵、まさかやりやがったな。気を取り直して。そもそもどこかで爆弾だって言ってましたっけ。まーた何もしてないのに終わった。もうボロボロだけどこの車でまた行くよ。ほーら怖がらずに乗って乗って。出発。銃を撃つのを楽しいと思ったことはないけれど、故郷であるこの島に爆弾を仕掛けるような裏切り者のクズどもには喜んで銃弾をくれてやるわ。ああ、すごくわかるわ。今後も頑張っていきましょうね。道なき道を進んできました。ああ崖だったのね。これはまずい。まあほら、みんなで海水浴楽しみましょう。うーむ、ダメみたいでした。さて新車になって再開です。新兵の皆さん行きますよ。おーい、はよせい。待て、違う人乗り込んできたぞ。とりあえずよし、援軍ご苦労様でした。ここから先は進軍前の地域ですね。周りは全員敵みたいなもんなので気を引き締めていきましょう。目的のエリアに到着。今回の実地訓練は随分厳しいな。いやこれね、訓練じゃなくて実戦なのよ。攻撃開始。現地到着です。ここも同じですね。サクッと行きましょう。にゃろう、敵味方関係なしにやりやがるな。チキショーめ。壊し方はこれで正しいのだろうか。お次はブラックハンドのお車を拝借しましょう。わかりにくいかもですが、ここですよ、ここ。あ、引いちゃったかも、ごめん。もう一人はどこ行ったんだ。ああそこで古君奮闘してるのね。頑張ってるじゃん。ほーら乗れ乗れ。
容姿とんずらだ。よし、業者のところに行け。商品の荷卸しをしてる。始末してくれ。目的地手前まではアップ。もうちょい編集頑張れという苦情は受け付けてませんので、あしからず。ではでは、正面突撃。さらに進んで。待って、プロペラ機、今のめっちゃスタントっぽくなかった？それよりもこれから処理開始なんですが、またしてもすでにいくつか壊れてるんですよね。一体なぜ？何もしてないのに。ドカーン！さすがニコ、よくやった。みんな、訓練は今日で終わりだ。リコ、大きな借りができちまったな。以上、訓練スペシャルデリバリーでした。いつもならこのまま次に行くところですが、新兵残していくのはかわいそうすぎるので連れて帰ります。解放している区画まで戻ってきました。先ほど見つけた町にあるスピードスタントをサクッと終わらせます。サクッとサクッと。これ要求速度200キロなんでめちゃくちゃ辛いっすね。また善良なる市民から車を借りて。楽勝だな。はい、無事にクリアしました。これが一番スタントっぽくないですか？まあいいか。続けてガーランドのサブミッションをやります。到着したらスタッフが電話かけてました。リコさん到着ですとか連絡されてるんですかね。あ、終わった。ということでシーン太陽の宝石。何勝手にぶつかってきてビビってるのよ。まあともかくサブミッション開始です。あれ、スタッフ変わってる。あなたの経歴を読ませてもらったわ。過去の活躍についてもいろいろとね。やれやれ。このシーンはフラッシュバックよ。大丈夫、シワは編集で撮っとくから。さあ車を運転して。今回はドライブみたいですね。時間内に頼むぜ。俺も遅れずについていく。ホットなチェイスシーンにしよう。はあ、カーチェイスかよ。もう一台の車に乗ってるのはあなたの幼なじみマリオ・フリーゴよ。冗談だろ。ここを思い出の地、メディチだと思って。ガーランド。また懐かしい名前ですね。ということでマリオ役のスタントマンとカーチェイスです。って言っているそばからリタイアしてないか。これは一人旅の予感。やべえ、動物引いちゃった。ここは道沿いかな。めちゃくちゃ邪魔だよ。おい、普通に道間違えてました。なんだなんだ、演出か。全然すり抜けてねえ。うわぁ、車で飛行機に飛び乗ったのを思い出しますね。これでラスト。見事なフィニッシュ。飛行機と球場、青春ね。大丈夫、後で微調整しておくから。あなたの演技は素晴らしかった。じゃあお疲れ様。車は結構ギリギリでしたね。一緒に風を感じられて楽しかったよ。ハリウッドに寄ることがあったら絶対連絡してくれよな。マリオみたいな口調で言ってきたな。でも本物に負けず劣らずのポンコツ発揮してた気がするけど。ということで今回はここまで。次回はハビーのサブミッションをやります。そろそろ本編ストーリーに戻りたいところですが、もうしばらくお待ちください。それでは次回も平和でカオスな世界を作っていきましょう。なんだこの改造チュパカブラって。